最大値投影処理によりレンダリングされたマウスの CT 映像。レイキャスティングによるボリュームレンダリングをする方法の模式図。コンピュータグラフィックスにおいてボリュームレンダリングとは3次元的な広がりのあるデータを直接2次元画面に表示することである。半透明な物体や発光体などを光学的に正しくレンダリングしたり、CT などで三次元的に撮影された画像を 目的に沿って見やすく提示したりするで撮影され、規則的な画像ピクセルデータを持っている。この各ボリューム要素をサンプリングすることによって、中身を透視できる単一の画像を構成することができる。ボリュームレンダリングを行うには、まずボリュームに対して、空間内でのカメラの配置を設定する必要がある。また、各ボクセルの不透明度と色を設定する必要もある。一般的には、 すべてのボクセル値に対して、地鉢は伝達関数を用いて設定を行う。例えば、ボリュームからアイソサーフェスを検出し、ポリゴンメッシュ方式でレンダリングを行う。またはボリュームを直接データブロックとしてレンダリングを行い、ボリュームを表示することもできる。ワニのミイラを CT 撮影し、ボリュームレンダリングしたもの。 とても高品質なデータが得られる方式である。ボリュームレイキャスティングは入力ボリュームデータではなく出力画像から計算を行うため画像ベースのボリュームレンダリング技法の一つである。品質を犠牲にして処理速度を優先したレンダリング方式である。テクスチャマッピングと拡散反射を用いた人体頭部のボリュームレンダリング。質感と影表現が加えられている。 血管増影剤を用いることで骨を透明にした際に血管のみを可視化することも可能である。ボリュームレンダリングは並列的な性質を持つためレンダリングに用いるハードウェアは高速なものが要求される。レイキャスティングのような進歩したボリュームレンダリングアルゴリズムは従来のコンピュータでは処理が追いつかないため NVIDIA や AMD などの最新のハイエンドグラフィックカードが用いられる。プログラム可能なピクセルシェーダをはじめ、複数のピクセル上での並列処理などをグラフィックス処理ユニット上で演算するコンピュータが利用されるようになった。ピクセルシェーダはビデオメモリからランダムに読み書きでき、数学的かつ論理的な計算をスピーディーに計算可能である。これらの深度プロセッサは、 ポリゴンのレンダリングや信号処理などの一般的な計算を実行するために使用されていた。近年のグラフィックカードではピクセルシェーダは MMD プロセッサとして働き最大 1GB のテクスチャメモリを不動小数点数形式で使用することもできる。このようなハイエンドマシンの登場によってボリュームレイキャスティングや断層撮影再レンダリングなど 並行して実行できるすべてのアルゴリズムを高速で処理できるようになった。プログラマブルピクセルシェーダーを用いて、照明、影、反射、放射色などの特性の変化をシミュレートすることもできる。ありがとうございます。